んてどうでもいいんだ。違う、どうでもよくなんてない。ジョロ君、もちろん仲直りしようと思ってましたとも。ほら、一番大切な真打ちって最後にするものじゃ。本当？私の知ってるジョロ君だ。じゃあ次は壁ドンをして髪をかき上げて瞳をじっと見つめて。これ続くの？ねえねえジョロ、コスモスさんってお勉強すごいんだよね。ああ、入学してからずっと学年1位らしいぜ。わあ、いいな。そんな大したことじゃないさ、私と同じ勉強法をすればすぐだよ。課題として問題を5000パターン用意したよ。あの、コスモス会長。なんだいジョロ君。全部で5000問ですか？うむ、全部で5000問だよ。それを今日中に？うむ、今日中だよ。よし、明日は英語の問題を8000問用意してこよう。ひなたさんは今日の続きを私と一緒に頑張りましょう。ありがとう、マジちゃん。あら？そんな卑猥な笑顔で私たちを見つめてどうしたのかしら。このまま順調にいけば間違いなく。早く帰ろうよ。何してるんだいジョロ君。あや、おい、グズグズしてると置いてっちまうぞ。まったく困った人なんだから。